道家で始まる天下統一始まるよ。時代は1571年信長包囲網のシナリオ、土佐の戦国大名一条兼定。設定は長久、姫武将志願、編集機能ともになし。前回、長祖壁に手も足も出ませんでしたが、大丈夫ですか？心配ないわ。勝敗とは戦う前から決しているものよ。慢心をして十分な準備を行えば、四国の田舎大名など恐れるに足りないわ。なるほど、それなら安心で先生。長祖壁が攻め込んできました。川野も吟醸して攻めてきます。二連続初手攻撃は効いてないわ。ここは大名自ら誠意を見せに行きましょう。失敗しました。先生、このままでは前回の二の舞です。心配ないわ。言ったでしょう、準備をすれば負けないわ。え、今からできる準備があるんですか？いい質問ね。そうよ、このゲームには必勝法があるわ。それが式と地形効果よ。式とは戦う意欲のこと。地形効果とは戦う地形によって与えられる能力変化のことですね。その通りよ。それじゃ早速今回の作戦を紹介していくわ。まず、部隊を鼓舞して式を上げるわ。皆さん、頑張ってください。敵が近づいてきたら籠城して本丸にこもるわ。そして、鼓舞を続けて式を上限の100にするわ。なるほど、この方法なら敵が本丸に到達するまで、無傷で一条軍を強化できますね。さあ一緒に一条軍を応援しましょう。頑張れ頑張れ一条軍、頑張れ頑張れ一条軍、 ICHIJYOE 一条。先制敵部隊が目前に迫ってきています。ふっふ、私たちの応援で強化された一条軍にとってこれ式の敵、物の数ではないわ。式の上昇値がこちらです。一条さん以外はおよそ100になりました。よしよし、作戦通りね。このままでも十分に勝てるのだけど、今回はさらに地形効果も使っていくわ。今、赤の敵部隊がいる城壁は地形効果3、対する一条軍のいる城内平地は地形効果8、3対8で圧倒的な地の利を得ているわ。詳しい計算式は知らないけど、こんな難しい計算ができるなんて、先生、さすがです。ふっふ、戦の勝敗は数字で決まるもの。さあ一斉攻撃でとどめよ。一条さんが捕獲されました。大丈夫、まだ3部隊も残っているわ。チーム一条はここからが本番よ。あの、先生、一条軍の方が損耗が激しいようなのですが。小島さんが捕獲されました。土井さんも捕獲されました。大切なのは勝敗じゃないわ。この敗北から何を学び生かしていくかよ。そうして成長した者のみが真の勝者と呼べるの。落城しました。全ての城を失い一条家は滅亡しました。次は絶対負けないんだから。このチャンネルは突然戦国時代に転生した時に備え滅亡を回避する方法を教える戦国教育系チャンネルです。この動画が役立ったよという方は高評価とチャンネル登録をお願いします。